皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3陣取り対戦縄バトラーやっていきたいと思います。前回前々回の動画でうつほちゃんとふうかちゃんに勝利したということで、スリム連合でまだ勝っていないのはそうあのキャラクターだけでございます。今回はそのキャラクターのレベル3に勝利して、なんとかスリム連合完全制覇にしたいと思います。どんな戦いが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速戦っていきましょうか。スリム連合の中だと確かに一番強そうですよね。ということで今回戦うのはマンタロウでございます。今日もテカテカしてんね。僕とカードバトルしたいの？いいね、負けないよ。ということでレベル1とレベル2には勝っておきましたので、今回レベル3ですね。ステージは雷ステーション。デッキは前回作った2にしていきたいと思います。まあここは結構コツがあるというか、もう真ん中が分かりやすいので、この真ん中よりも右に行ければもう勝ったと思っていいと思います。ちょっと数字が低めだったので引き直しましたが、まあ言うてこんなもんか。そしたらまずはリッター 4K でこちら縦に立てまして、まあまあまあそんなことはどうでもいいとして、そんなこと言ってると負けるよ。今度はキャンピングシェルターでまずはここ完全に塞いでいきましょうか。大容量タコポットがちょっと来ましたが、なんとか貫通はさせませんでした。そしたら次にヘビーを使って少しでも奥に、はい、埋めていきますが、ちょっと待てよ。トリプルトルネードがこっちまで入ってきたか。そこ入ってくると思ってないな。ちょっと待って、こうか。とりあえずジムワイパーでここを塞いでおきまして、これさ、このターンでタコスタンプを使って下を塞いじゃうっていうのは一理あるんですけど、だとしても MK さんこれね、行った方がいいと思う。少しでも相手の陣地に入り込まないとこれ負けちゃうんで、はい、オッケー。少し入り込めました。で、さらに MK さんは攻めます。タコスタンプをここに置いて、で、次、長い棒系が引ければこの上行けちゃうんですけども、ああ、もうあるか。よし、じゃあこちらドライブワイパーを使って、さらに上を攻めていきましょう。そしてスペシャルも貯めていく。いいよ。今のところ、まあまあまあ、数的には負けてるけど、MK さん全然ね、左側に置いていないので、勝負はここからという感じでございます。はい、泥鮭置いて、これでまず個数的には逆転と。で、待てよ。マザー置けないよね。ダイナモローラ置けるこれ。あれ？置ける？あ、ここか。まあまあまあ、一応個数が多いので、今のうちに置いておきましょう。残りもう3ターンしかありませんからね。うわ、そこめちゃくちゃ綺麗じゃん。縦になってんの。見て、ここ。相手の、スペシャルゲージが超綺麗に溜まってる。そして、MK さん、ここに置けばスペシャル4になるので、一旦置かせてくださいで、4だとちょっとマザーめり込ませれないな。タワー使って、お！さらにここで貯められる。はい、オッケー。勝ったんじゃないか？待てよ。結構圧勝じゃない？いや、待て、相手も6個スペシャル溜まってるんで、何をしてくるか分かったもんじゃありませんね。とりあえず MK さん、いや、勝っただろう。こっちがスペシャル使えばさ、あ、うおっと、風花ちゃんのスペシャル17が来ましたが、いや、言うて勝ってると思う。言うて勝ったっしょ。MK さん今マザー置いてなかったら負けたと思うんだけど、マザーが置けてれば OK。 いや、結構でも最後の最後で追い返されましたね。はい、なんとかマンタロウを勝利することができました。じゃあこのまま3連勝いっちゃいましょうか。そしてもちろん MK さんは MK デッキ2を使います。で、これね、さっきやって分かった。マンタロウね、数字多いカードをめちゃくちゃ持ってる。っていうか、スリム連合は、ウツホ、フーカ、マンタロウのカードを絶対持ってるんで、そのカードを序盤で置かれないのがめちゃくちゃ大事。なんだけども、これは運なんだよ。おっと？引き悪いか、相手。いや、でも、そこギリギリまで持ってこられてんのは、なかなかきついかもしんないよ。これ、あえて、ちょっと引き気味に置きます。はい。大容量タコポット、OK でしょ？今これ引き気味に置かなかったら、貫通させられてますからね。これをね、MK さんは学んできたから。そしたら、ここ、さらに攻めます。相手がこれ以上入ってこれないので、こっちがここからどれだけ入るかというのが勝負になってきます。キャンピングシェルターはもうどう頑張っても置けないので、あ、ちょっと待って、置けるのが少なすぎる。とりあえず、ちょっと待って、置けるのが少なすぎるな、いきなり。
ちょマジか。こういう時多いのばっかだと困るんだよ。とりあえずドライブワイパー。うーわ、これ以上は無理か。なるほど。うんだとしたら、もう、とりあえず一旦こっち側埋めてって、おっとスペシャル2個溜まった。このスペシャルが怖いんだよな。序盤で使ってきて貫通される可能性があるので、先にマザーここ置いて、おっと使ってくるか。トーピードどうきますか。おっと、なんだその下手くそな置き方は。万太郎さんルール分かってますか。今の貫通させた方が絶対強いと思うけど。でキャンピングシェルターとマザーなんだか上下対称みたいになりましたが置きまして、いやでも相手もやっぱ、数多いの持ってっから全然油断できないな。でタワー置いて、うわトライストリンガーも 11? ちょっとやばくない？とりあえず個数は今んとこ勝ってるけど油断できないよ。はい、こちらダイナモローラー置きまして、個数は逆転というかまあ勝っております。でこっからだな、スペシャルをどうやってうまく最後入れるかって感じなんですけど、相手パス、おっとおっとおっと、パスなんてしてる暇あるんですか。そしてさらにここでスペシャルを貯めていく。よし、でラストターン、スペシャルが3溜まってて、いや相手も4溜まってんな。いや15差だったら全然これありえるぞ、大逆転。これまずもうこうするしかないから、175、これがもう MK さんができるマックス。これで相手もスペシャル使って、いやでもクイックボムってさ1個だよね。オッケー1個食い込ましてどうすんのよ。うまい感じのカードを引けてなかったんでしょうね。ということで99対76、圧勝することができました。よし、じゃあもう3連勝しますよ、このままいいんだねいいんだね万太郎さん、もう MK さん止めらんないよここまで来たら。っていうかこれ多分さ、流れ的にあおりちゃんとホタルちゃんも出るよねアップデートでさ、いいだと姫とかも来そうじゃない。うわー来そう。なんかさ、縄バトラーは今後オンライン対戦にね、アップデートで対応するみたいですので、その前に縄バトランクとりあえず今のマックスまでは上げておきたいですよね。いやでもね、どうせアップデートでまたカードとかも増えると思うんだよな。第2弾みたいな、パック第2弾みたいなのやるかな。いやでもどうなんだろう、縄バトラーはこんなもんでもいいのかもしんないけど、トライストリンガー、うーわ綺麗に分かれましたね。でここから侵入されると非常にまずいので、一旦ここはガードしておく。お、大容量タコポット変なところに置きました。でさらにここめちゃくちゃ攻める必要があるんで、 MK さんはこちら、はい、スプラッシュボム置きます。でジャンプビークを変なところに置いてるうちに、さらにタコスタンプを使ってスペシャルを貯めていく。いやほんとね、このタコスタンプとスプラッシュボムが超貯めやすいのよ。スペシャル本当におすすめ。ちょっとしたところに入り込んですぐにスペシャルになりますからね。そしたらとりあえず多いやつから置いていきたいので、まずはこちらに置きまして、個数的には追いついたか。お、追いついてる。でダイナモローラーをここに置きます。相手は、お、なんかちっちゃいやつしかないんじゃない。大きいの多分持ってるけど置けないんでしょうね。でここからさらにリッター 4K。 ちょっと待って、万太郎全然強くなくないねえねえねえ、これ勝ったっしょ。もう78対58だよ。さすがにこっから負けないと思うけどな。いやでも何が起こるかわからないのが縄バトラー。いやもう万太郎パスしてるよ、万太郎で万太郎が万太郎でパスしてちゃ終わりじゃないか。お、綺麗に入った、気持ちいいめちゃくちゃ綺麗に入ったじゃんここ。おー、テトリスだったら綺麗に消えているところではありますが、さらにここからスペシャル5溜まってるんで、ちょっと攻めますか。バレルスピナー使って、うわ、ちょっとうまく貫通できない、その辺。あー、なるほど。無理なんだ。だとしたら、54、97。よし、じゃあ、ここに置きまして、その、なんか何も置いてないとこ、MK さん置きに行っちゃうもんね。はい、これで12。これ100台いけるぞ。なんなら。で、最後、お、え、これどこ置ける？ここか。おー、最後の、あ、待て。いや、でも、さすがに、その個数からじゃ追いついてないでしょ。1、2、3。え、待てよ。16、32。いや、追いついてないと思う。うおー、でも、
ちょっと迫られてた、余裕で100超えて勝ったと思っていたら、そんなことはありませんでした、ということで、はい、万太郎3回勝つことができました。えいやられた、修行が足りなかったかな、次は負けないからね、ということで、はい、万太郎3勝。そして、ここに来てね、ちょっとデッキをね、皆さんに、デッキというか、まあカードリストをね、皆さんに見てほしいんですけども、今のところカードが全部で162種類あると。で、そのうちの106種類は、カードのかけら交換とかも使ってなんとか揃えることができましたが、これね、結局ね、このレアカード系、結構多いのよ、見ていくと。このカードのかけら交換のところで、ほら、持ってないやつ見れるんだけど、金色のやつ超多くない？これ全部さ、パックから当てるっていうのがちょっと現実的じゃないじゃん。だとすると、かけらと交換になるんだけど、レアは15個のかけらなんですよ。で、さらに、フレッシュになってくると40。ちょっとやばすぎるよね。これ大丈夫か？全部のカードも一応揃えたいなと思ってるんですけど、これなんか効率いいカードパックの入手方法とかあったら、ぜひコメント欄で MK さんに教えてください。ちょっと揃わなそうで、なんかびっくりしてんだよ、びっくりっていうか、って思ってんだよな。まあまあまあ、一旦じゃあその話はいいとして、とりあえず今回スリミ連合に勝つことができました。完全勝利ですね。まだまだ縄場トランク上げていきたいと思いますので、引き続き次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。